大谷翔平と松坂大輔の野球能力比較。想像を超える結末に驚愕。野球ファンなら誰もが知っている大谷翔平と松坂大輔。彼らはそれぞれ日本を代表する野球選手であり、多くの人々に愛されています。しかし彼らの野球能力にはどのような違いがあるのでしょうか。今回は大谷翔平と松坂大輔を比較し、その結末に驚愕していただきたいと思います。まずは大谷翔平について見ていきましょう。大谷翔平は野球選手としての能力が非常に高く、投手としても打者としても活躍しています。彼の投球は最速で 165km/h を記録し、そのスピードは世界でもトップクラス。また打者としても驚異的な能力を持ち、2016年には日米通算で22本の本塁打を放ち、日本プロ野球史上初の20本超えを達成しました。一方、松坂大輔はメジャーリーグでの活躍が有名です。彼は2007年にはボストンレッドソックスでメジャーリーグ優勝を経験し、その年のワールドシリーズでも活躍しました。また、彼の投球も非常に優れており、日本プロ野球での通算勝利数は108勝。日本を代表する投手として多くの人々に愛されています。ここまで見ると、大谷翔平と松坂大輔の野球能力には大きな違いはないように思えます。しかし、実はその結末には驚愕が待っています。実は、大谷翔平と松坂大輔は同じ高校に在籍していたことがあります。当時の大谷翔平は松坂大輔のファンであり、彼を目標にしていました。そしてその夢を叶えるために大谷翔平は日々努力を重ねていたのです。そして大谷翔平がプロ入りを果たした後、松坂大輔との対戦が実現しました。その試合で大谷翔平は松坂大輔からホームランを放ち、その瞬間スタジアムは大歓声に包まれました。このように大谷翔平と松坂大輔の野球能力には違いはあるかもしれませんが、彼らの絆や努力には素晴らしいものがあります。野球ファンなら彼らの物語に胸を打たれることでしょう。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。